盛り上がってくれてるかー。誰からの返答もないけど、いやマリサとペル君が合わせてよ、そんなの無理に決まってんだろ。ということで今回はクリエイティブです。私が作ったワールドで皆さんと一緒に暴れ回る企画です。バトルロイヤルはどうした？もう勝てないのでいいです。思いっきり心折れてんじゃねえか。現実逃避をするがごとくクリエイティブに来たってことですね。まあそういうことになるね。ということで早速ゲームスタートしちゃいますね。今回主さんが作った島は、バッハ系武器しかない島。ゲームスタート時点でグレポントクアッドランチャーとロケットランチャーを装備しており、島の中に隠されている宝箱で、みんなとドッカンドッカン暴れるゲームとなっております。完全にストレス発散ゲームです。以前そういうモードのバトロワがあったらしいが、それをクリエイティブでフレンドとやろうってことか。そういうことだ。この島木も枯れないから資材もないから建築バトルにはならない。そして爆破系の武器はエイム力も必要ない。ということは？プレイヤースキルが関係ない。すなわち？主さんでも勝てる可能性がある。そういうことなんですね。そんなにうまくいくもんなのか。アサルトライフルやショットガンを当てるのはそんなに得意ではないが、ロケランで一発爆破をお見舞いするのは得意だからね。ただの爆弾魔じゃねえか。そんな爆弾魔が今回生きる企画なのだよ。勝利条件は至ってシンプル。とにかく倒せばいいだけ。私の芸術というものを見せてやろうじゃないか。早速登場したな。これリロードしてる時やられそう。地形をうまく使い私、ゴワッと。まず一発命中したな。そんでお前の攻撃は一切当たってないが、さすがに一回体勢整えるわ。ジュースで少しずつ回復もしてるし、ってこういう時に限って出てくるんだよな。あのセブンが敵を倒しているだと。グラップラーで一気に攻めてきたか。それ私にも分けてくれない？あれ落ちてっちゃった。せっかくここで爆破祭りやろうと思う。うわぁ。いや。マリサ何か問題でも？思いっきり自爆したよな。いやあんな至近距離になったらするしかないでしょ。やられるかやるかの勝負なんだよ。いや自爆してんじゃねえか。自爆しようがなんだろうが倒せばいいんだよ倒せば。でも相打ちになるとこうやってリスポーンして地上に帰るまで時間がかかるんだよ。さらに着地したところに敵さんがいればまたやられるかもしれないしな。相打ちゴリ押しも大してメリットなさそうですね。見栄えがちょっと良くなるってぐらい。見栄え良くなってるのかそれ。大金のロケラン来たわ。これで一気に無双してやるぜ。取れない。そしたらツルハシで壊せばいいじゃんか。壊せない。お前の作った島不具合起きてんじゃねえか。まあいいやロケランなら基本的にワンパンでしょ。さらに宝箱で私はめっちゃ吹っ飛ばすグレネードも手に入れたからな。名前覚えてないんですね。さすがにわか。この高所に来た途端にぶち落としてやるぜ。落とすの言い方独特だな。ほらこっちに近寄ってくるんじゃない。いや地面に投げてもあんま意味ないだろ。ここはセブン要塞で私が支配してるんだ。鉄壁の守りを展開。一瞬で崩れ去りそうだな。下から来る敵を返り討ちにするぞ。そして華麗に攻撃を回避。もう一回言ってください。今なんとおっしゃいました？あおならも使います。激草の世界で地獄を見るがいい。上からロケランで倒されましたね。おならあんまり意味なかったな。むしろ進路妨害して邪魔になってないか。あとそんな何個も一気に投げて使うもんじゃないだろそれ。こういう時って何個も使っちゃうのあるあるだよね。それはあんただけのあるあるだよ。それじゃないないになっちゃうじゃんか。ギリギリのところでバッチリ避けていく。あれ頂上決戦を望んでたんだけど、再びこれはセブン要塞の時代。そんなわけないだろ。いやちょっと待って、時代変革早すぎだって。バトルしてる人みんなでこの要塞の取り合いになってるから、ここだけ戦場になってるんですよね。私もその一人だ。耐えただと。そしてこのざまである。目の前いっぱいに爆発のエフェクトが出てきて、とってもいい景色でした。爆発くらいすぎておかしくなってんじゃねえか。これ思ったんだけどさ、遠目から頂上ぶっ放しときゃいけるんじゃね。要塞陣取るの諦めたのか。お？お？ほらマリサ、パーフェクトだろ。上から来てるぞアモ。いやさすがにランチャーの対空は無理だって。いやそこはお前のエイム力だろ。私にそんなエイム力あると思うか。っていうか思いっきりエイム力とか関係してんじゃねえか。あの木は譲るのでどうか私には攻撃しないで。どんだけ弱気になってんだよ。そこまで体力なかったらもう失うもんないだろ。いやでも私はまだ失うものはある。こうなんだ言ってみろ。この動画投稿で培った圧倒的財産。まあそれはそうなんだけど、突っ込みにくいところつくんじゃねえ。フォートナイトの話をしてるんだよ。持っててよかった救急キット。でもロケランでワンパンだぞ。クアッドならなんとか耐えれる。よっしゃクアッド直撃させてやったぜ。そんな至近距離ならさすがに当たるだろ。っていうかまた相打ちしてるし。はい最強の位置を陣取りました私。確かに要塞は敵に渡したかもしれんが、私にはその要塞を破壊できる。お前も破壊されてるがな。いやこれ結構私倒した方なんじゃないか。いやおかしいおかしい。こんなに差がつくもんなの。トップの人お前の4倍ぐらい倒してるぞ。与えたダメージもすごいですね。
ということで第2回戦、前回の反省を踏まえると、ちょっと武器あさり2時間かけすぎた？いろんな爆破系武器を使ってみたいからさ。もしかしたらロケランで暴れまくった方がいいのかもな。主さんは何かと戦略立てたいタイプの人ですもんね。それじゃあ今回はゴリ押し暴君になろうじゃねえか。シールドとか回復系なんだ。待っていきなり至近距離はない。いや無理ですって、近くに敵がいます。それを確信にしてくれるのがこの地雷。どれかが反応するのか。反応ないから逃げたかな？いきなり倒されすぎでは？違う違う、このバトルはどんだけ倒すかのゲームだから。それでもお前一人も倒してねえじゃねえか。まあそう焦るんじゃない、まだまだ時間はたっぷりあるんだ。ここから怒涛のキルラッシュを見せてやろうじゃないか。このバトルでのポイントはクアッドとロケランは交互に撃てば連射が可能だということ。アップないまみにかすめていったぞ。そうするとこのように倒すことができます。続いては以上です。怒涛のキルラッシュじゃねえ。やっべ、完全に私にヘイトが向いてる。木の上で戦争はまずいって。ここまで暴れても壊れない木の圧倒的頑丈さ。どんなにヘイトが向いても私は立ち向かっていくけどな。っていうかここから降りれないだけだろ。どうして落下ダメージ流行にしちまったんだ。向こうの木からの襲撃が凄まじい。意地でも主さんを倒しに来ているようですね。それもいろんな方向からな。みんな破壊すべきは要塞の方じゃないのか。いや破壊されるべきはセブンの方だったようだ。そしたらなぜ落下ダメージを有効にしたか皆さんに教えてあげましょう。こうするためだー。地の果てまで飛んでいく。お前が地の果てまで飛んでいってどうする。はい、まず一人撃破。そんでもう一人私と一緒に飛んでますね。あの人グラップラー持ってたぞ。あー裏切り者ー。容赦なくランチャーをお見舞いしてやるぜ。これで要塞に行った敵は全員私の餌食になる。一つも当たんねえじゃねえか。よっしゃ、マリサ軌道修正したからこれからたくさん倒していくぞ。でも弾数なくなったからもうやめとこ。この世で一番無駄なことしてたぞお前。おっと来客のようです。申し訳ありませんがこちらの席はすでに満席でございます。他の席を当たってくれると嬉しいです。っていうかやばいやばい、弾数がわずかすぎるんだけど。お前が調子乗って乱射しまくるだろ。しかも一切当たってなかったという。これは木の上で待機してる場合じゃない。なんとか宝箱を探して弾数を確保しなければ。確保しました。申し訳程度のミニポイ見ないだろ。メリークリスマス。待って、私がメリークリスマスだわ。いやでもクリスマスはまだ早いか。でもオーストラリアは夏にクリスマスが。なんかよくわからんな。いやこっちがそれを言いたいわ。カオスを堪能したければ要塞の頂上まで来な。私が吹っ飛ばしてあげるから。さあ主さん最後の追い上げに入ります。アップねえ、今目の前の砲台なかったらやられてた。この砲台優秀すぎるだろ。これからこの砲台と人生を共にしようかな。砲台は拒みそうだけどな。ほっとくあっとくらったってことは、え、ツルハシの攻撃ってありなのかよ。一応使える武器だし、ツルハシ禁止なんて誰も言ってない。時間的に終了だな。今回結構暴れた気がするんだけど。キル数さっきと変わってないですよ。あっておっかしいな。おい、もうすぐ土下になるぞ。よっしゃ、前2回の反省から今回こそはトップを目指すぞ。いやさっきのバトル与えたダメージならもうちょい順位が上がってたんだよ。ってことは敵を倒しきれてないってことじゃないか。慈悲の心があるってことだな。この企画優しい人間は上に行けないのかもな。変なこと言ってますが皆さん気にしないで。さっきの戦いの反省点は、もう木から闇雲に打つのはやめよう。あれ以上の無駄を私は今まで見たことがなかったからな。結局ただ山のように弾数を減らしただけでしたね。おかげで後半5分は特攻隊になるしか手段がなかった。リスポーン時に装填分の弾数が補充されるだけマシでしたね。散歩配信にするところだったじゃねえか。今回の戦略は、前半とにかく宝箱を漁って装備を整え、後半一気に攻め立てる。これで行こう。さっき戦略立てたら負けみたいなこと言ってなかったっけ。ぬおっぽっぽ、今の私はロケランを一発耐える頑丈系ゆっくり実況者だぞ。いやこれリロード時間かかるの厄介だな。頑丈系とは何だったのか。よっしゃ、時間ギリギリで間に合った。さあセブンの戦略がうまく輝きを放ったのか。私に勝利の文字を灯せ。お前何にも変わってねえじゃねえか。